今緊急で撮ってるんですけど、2、30分格闘してやっと捕まえました。か、もう最悪5箇所も噛まれましたよ。右肩1、2、右足1、2、3、めちゃくちゃ右だな。で、 X 旧 Twitter に勝利宣言載せたら、これ誰に書いて知らせてんのって言われたんですけど、今私免許証、保険証、マイナンバーなくしてて、そういう経験の積み重ねの見聞色で、今ここで書いておかないと明日の私が開けてしまうということが見えてくるんですね。なので皆さんに分かりやすく書いたのではなく、明日、明後日の私のためです。それで問題なんですけど、ここからどうすればいいですか。血吸うのってメスだけで、メスって意外と長生きするらしいんですよ。調べたいんですけど、調べたら蚊の画像がいっぱい出てくるじゃないですか。私もう見たくないので、ここから進めません。赤い蚊のやつとかってタイミングが良かったら6ヶ月も生きるらしいの。ちなみにこいつは白黒のやつです。その1、放置する。何日放置するかまで教えてほしい。その2、同じ土俵に立たなくていい。新たに雲を捕まえてきてこの中に入れる。その3、捕まえて勝利宣言なんて生ぬるい。もっぺんあげて真の勝者誰が決定するべき。この状況下、もしあなたがいたらどうするか、コメントで教えてください。よろしくお願いします。